温泉湯平温泉の位置かの川湯。平温泉は、大分県湯布市湯布院町湯平にある温泉。国民保養温泉地、湯布院温泉号の一つをなす。その歴史は、湯布院温泉よりも古く、伝承では、鎌倉時代に始まるとされ、資料でも室町時代には存在していたことが、確認できる。昭和の町村大合併で、旧湯布院町と合併して、 給油不員長となる以前は、療養型温泉として著名で、戦前は別府温泉に次いで、九州で第2位の入湯客は誇る温泉地として知られていた。ナトリウム、マイナス塩化物、硫酸塩泉因泉寺に胃腸に対する効能が特に優れる。温泉水を料理に使ったり、飲用で提供したりする旅館も存在する。かつてはこの温泉水を全国に出荷していた。 籠の川沿いの谷間に温泉街が広がる。温泉街の通りには江戸期に作られた石畳が敷かれ、その両側に飲食店や土産屋、共同浴場、旅館が並ぶ。昔ながらの雰囲気で最近は海外の方にも人気のスポットとなっている。人気の湯雰温泉にも近く、最近は外国人を中心とした宿泊者が増加傾向にある。近隣にはコンビニや コインランドリーなどはないが、金融機関は湯平郵便局があり ATM も利用可能である。共同浴場は以下の5件が存在する。上流部から順に記す。金の湯金の湯は以前は源泉に多量の土が混じり、黄色い色をしていたためにこの名がある。湯量減少に伴う近年のボーリングにより現在は透明なお湯となった。透明となった後も選出に変わりはない。 中の湯長らく休館していたが、リニューアルの上で再オープンしている。浴室が一つしかないため、奇数日は女性専用、玉数日は男性専用となる。砂湯砂湯は、加ゴノ川の川物間近な場所にある。台風や大雨などにより、加ゴノ川が増水した場合は、土砂が流入したこともあったことから、現地では昔から砂湯の名称で親しまれている。 中央温泉の別名があり、一時はこちらが正式名称とされ、川に面した壁に中央温泉と書かれていた。砂蒸し風呂ではない。令和2年7月豪雨の影響で流出した。銀の湯銀の湯は2006年にリニューアルされ、足湯が併設された。橋本温泉もも麓にあり、最も湯船や洗い場が広い。浴槽が2つに区切られており入りやすい。 入浴料は1箇所につき200円であるが、当温泉の宿泊施設の宿泊者は半額の100円で利用できる。いずれも管理人は常駐しておらず、各浴場の入り口付近に祀られた地蔵の再銭箱、または入浴料入れに投入する。共同浴場内には備え付けのシャンプーや石鹸はないので持参の必要がある。またシャワーは設置されていない。江戸期、 明治期の大火によって、湯ラ温泉の歴史を記す古文書の多くが消失してしまったため、その歴史をたどるには、湯ラの外の文献によるしか方法がない。一説では、鎌倉時代に、木こりが猿が湯に入っていたところを見て、温泉があるのを発見したという海湯伝説がある。その効能の高さから、古くから当時客が多く訪れ、 鎌倉時代にはすでに湯治場として開けていたとされる。資料でも室町時代には温泉が存在していたことが確認できる。現在の温泉街の象徴的光景とも言える石畳は約300年前の江戸時代に住民たちにより籠野川の石を用いて作られた。明治時代に二度あった大火からの復興時も石畳が取り壊されることはなく石畳の道を中心として 街並みを復興した。ありがとうございます。